皆さんこんにちは、さきです。私は現在フィンランドのヨーエンスーという小さな町にあるユニバーシティ・オブ・イースタン・フィンランドで教育学を学んでいます。本日は学校施設の簡単な紹介とフィンランドの生活や文化について紹介していきたいと思います。 Let's get started! このフトゥラというビルディングで教育学の授業はよく行われています。では仲間を紹介していきます。レッツゴー。ここがフトゥラです。では中を紹介していきます。あれあ開いてません。というわけで気を取り直して写真で紹介していきたいと思います。これは大学の教室を利用して行っている日本語教室の写真です。日本から遠く離れた北欧フィンランドの地でも日本食やアニメ、漫画に興味のある人が多く、毎月開講している無料の日本語教室にはたくさんの人が参加してくれています。簡単な会話、文法、読み書きなどアクティビティを通して楽しく日本語を学んでもらえるように工夫しています。キャンパスには10棟以上の建物があります。私たちは今この一番上のフトゥラというところにいました。で、ここからこの 大学内のキャンパスにあるティーチャートレーニングス、2つのティーチャートレーニングスクールの1つである小学校に向かって歩いていきます。では行きましょう。大学のティーチャートレーニングスクールです。外にはピンポン玉がありたくさんの遊具があります。たった15分しかない休み時間でも子どもたちは教室に残らず全員が外に出るように先生が指導しています。休み時間は勉強のことを完全に忘れることが大切なようです。冬の間はほとんどの子どもたちがスキーウェアを着て遊んでいます。楽しそうだったのでおじさんとおばさんも遊んでみました。皆さんご存知かとは思いますが、フィンランドの教育機関は本当に発達しています。幼児教育から大学まで授業料は一切かからず、教科書や給食代も国が補助しています。そして驚くことに、今見ていただいている写真は普通の学校の教室の写真です。子どもたちは集中力を保つために授業中も好きなところに場所を変えたり、教室でロッククライミングをしたりするんです。授業の一環で学校見学をたくさんする機会があるのですが、授業中に生き生きしている先生や子どもを見るたびに、私も毎回ああフィンランドに生まれたかったなと思っています。残念ながら大学のカフェテリアは無料じゃないんですが、ビュッフェ1回2ユーロという安さです。サラダビュッフェやスープメニュー、ベジタリアンメニューもあって充実しています。ではここで話はドーンと変わりますが、これから私の大好きなフィンランドの自然と文化について紹介したいと思います。オープニングの画像にもあげましたが、フィンランドは皆さんのご想像の通り冬はめちゃめちゃ寒いです。気温がマイナスになるとおしゃれをする余裕はありませんし、乾燥との勝負です。そして私の経験上マイナス10度台でおそらく鼻毛が凍り始め、外で鼻呼吸をすると違和感を感じてきます。そしてマイナス25度付近ではまつげまで凍ります。去年の初雪は10月の中旬、そして4月の後半に大半の雪が溶け
ようやく春の訪れを感じています。今は白夜が始まりかけているようで、太陽は朝の5時前に昇り、夜の9時過ぎに沈みます。ですが12月頃は日照時間が4時間ほどしかありませんでした。人間もやっぱり光合成をしないとダメなようで、日照時間が短い時はうつの患者が急増します。予防のためにたくさんビタミンを取らないといけません。曇りが多いフィンランドですが、冬の時期に天気がいいと雪が太陽に反射してとっても綺麗です。自然に感謝しながら私は生活しています。ほとんどのフィンランド人の家族は近隣の町にサマーハウスというコテージを所有しており、特に夏の間は毎週のように週末をそこでのんびり過ごします。私もフィンランド人の友人のコテージによく遊びに行って、みんなで料理をしたりゲームをしたりして遊んでいます。夏の間はボートに乗って湖の上の小さな島にも行きました。ですがコテージでのメインイベントはお酒とサウナです。サウナの発祥の地でもあるフィンランドでは、各家庭にも本格的なものがあるほどサウナをこよなく愛しています。コテージではただただサウナに入るだけではなく、温まったら目の前の湖に飛び込みサウナに戻るのを繰り返します。おかしいと思われるかもしれませんが、一度試していただけると私の言いたいことが分かってもらえると思います。長い冬の間は明るいうちに凍った湖にわざわざドリルで穴を開けてサウナに備えるほどです。さて次は基本的なフィンランド人の性格について、私が思う簡単な特徴をちゃちゃっとシェアしたいと思います。まず1つ目、控えめ。フィンランド人は日本人のようにシャイで、初対面の人との会話には少し抵抗があるようです。そして日本人より自己主張しないという印象があります。2つ目、英語が流暢。フィンランド人は英語がとても流暢です。第一公用語のフィンランド語はもちろん、第二公用語のスウェーデン語、英語を話します。特に変わったアクセントもなく、とても綺麗な英語をスラスラ話しています。おじさんやおばさん世代も英語のコミュニケーションには慣れているという印象があります。そしてフィンランド人の女性は強い。フィンランドは日本と比べると女性の社会進出が多いです。女性へのサポートが素晴らしく、ことぶき退社なんてありませんし、出産して社会復帰をする人がほとんどです。学校の先生もほとんどが女性です。そしてここでは家族の時間を大事にするという風潮があり、だいたい夕方の4時頃にはほとんどの仕事が終わります。ホリデーではスーパーもファストフードもほとんど閉まってしまいます。最後にフィンランド人はパーソナルスペースが広い。バス停や ATM の列には人と人との間が 1,2 メートル空いているのをよく見かけます。これも控えめなフィンランド人の性格が出ているのかもしれません。このようにフィンランド人は日本人とよく似ていると思います。無口で穏やかな人も多いですが、打ち解けると心を温かく、みな誠実です。ですが感情を抑え自己主張を抑えるという国民性からか、お酒でストレスを解消している人が多いです。これも日本人とよく似ていますね。フィンランド人の酔っ払いはめちゃめちゃクレイジーです。喋って止まらないタイプ、歌って叫んで踊っちゃうタイプ、急に格闘技を始めたりメイクを要求してきたり、様々なタイプがいます。フィンランド人と仲良くなるにはお酒が絶対必要です。これは私の大好きなフィンランドのビール、オルビです。爽やかな口当たりで苦味が少なく飲みやすいビールです。フィンランドを訪れる際にはぜひトライしてみてください。さてフィンランドの生活いかがでしたでしょうか。この動画を通じて少しでもフィンランドのことを知ってもらえたら嬉しいです。私の初めのドタバタ YouTube 動画、もし気に入っていただけたらライクしてください。チカちゃんと会えますように。最後まで見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye.